これからの G-HIT に期待することは何でしょうか。はい、G-HIT は10年前に誰にも知られていない存在でしたけれども、今顧みられない感染症に対して誰が世界を救うかっていうところになると、 G-HIT っていう名前が世界で上がってくるようになりました。今後それをですね、みんなに、日本の人に周知してもらいたいと思います。